こんにちは。はい、今回はですね、こちらに書いている人生波乱万丈になる7つの人相という形でね、まあ花っていうところを押さえていきたいと思います。はい、まあ波乱万丈になる7つの危険性のある人相ということは、逆にこれと違うものであれば大成功して、まあね、財運よくお金持ちになれるとか、自分らしく生きれるという形になると思うので、そういうところをね、一緒にこう7つね、勉強していきて、最後に、いや金持ちはどういうスタイルをしてるか、普段からどういうことに心がけてるかというのをお話したいと思います。はい、でまず花っていうのは、皆さんご存知のようにこの財白球って言われるんですね。これはまあ、人相の言葉ですけども、専門用語ですけども、僕たちが言うのは、まあ、その人の花を見るとその人の未来が見れる、その人の、まあ、財力、これからの活動とかね、生き方がもう花が如実に飾ってるんですね。でこれに気づいたのは、もう昔からいるんですけど、いろんな人が見てたんですけども、多分三国志の孔明とかね、それとか長領とかね、ああいう軍師ね、孫子とか、ああいう軍師もみんな知ってたと思うんですけども、特に中国人、人相みんな好きですからね、やっぱり裏切るかどうかっていうのが中国人見るので。であと西洋の方に行くと、ナポレオンがね、忙しい、1日3時間しか寝れなかったあのナポレオンが、やはり人を見るときに、こっちでフランスとロシア、こっちでイギリスとスペインととかいて戦ってるじゃないですか。フランスからあっちこっちにね、軍を送り出して、で自分が全部行けないので、その行かす時の将軍としてね、結果を出す将軍にはある特徴があったそうです。それはやっぱり鼻が大きくて小鼻が張ってる人で、それがあれば背が大きかろうが小さかろうが結果を出すと。でも鼻が貧弱な人は、負けましたとかね、結局勝てませんでした、向こうのエリアに入り込めませんでしたって言って、弾薬とか兵器をいっぱい使って結果を出せなかったと。で多分彼が、経験哲学的に鼻の大きな小鼻の張ってるやつに生かすと最後頑張りよるなと、そういうのが分かったという話なんですけども、この財白というのは、財っていうのはもう財産ですよね、お金とか家とか、その目に見える大きいもので、白っていうのは着るものですね。まあ昔で言ったらいい着物を着て大きな家に住んでて、まあお手伝いさんがいっぱいいればそれは成功者となると、そういう場所、球っていうのはその場所を表すのが花であると、はい、自分自身であるしと。でその花は、その人の知力とかね、名声、地位、努力をね、今後表すという形で花をよく見たんですね。でじゃあ花が波乱万丈とどう関係しているのかというのについて、少しお話していきたいと思います。はい、この花っていうのはご存知のように高い低いがあるんですよ。で何気に見てしまうとそれまでなんですけど、よく見てください。ものすごい高い人と低い人がいてて、電車に乗っても分かるんです。でやっぱり花の高さっていうのは、こう横から見た時に一番相手とのそのなんていうかな、相手との距離の一番先端にあるものだから、やはり鼻が高い人とか、そういう人っていうのはどうしてもプライドが高いと。だから鼻が高すぎる人はプライドが高いし、こう相手に威圧をかけてしまう可能性があると。で逆に鼻が低い人で、鼻がグーッとこう低い人っていうのは、どちらかというと相手に気を使ったりするので、逆に自己主張ができない、さっきで言うナポレオンで言うこっち側の人は結果を出してくれないというのがありますので、まず自分が高いか低いかとかね、鼻の幅が広いか狭いかっていうのをまずチェックしてみてください。はい、で中央ですから、駅は高すぎてもダメだし低すぎてもダメっていうところで見ていくんですね。で僕が最近よく見るのが、その鼻のね、骨筋っていうか鼻のところにこう肉付きがない人、ここの鼻がね大きくても肉付きがない人、ちょっと貧弱というか、そういう人っていうのもやはりこれは低いというか、エネルギーがない人と見ます。だからやっぱりそう波乱万丈を受けやすい、人からバーって言われたりとか、まあ利用されたりとかしやすいので、この骨付きがない人とか、あと低い人っていうのは要チェックです。でさらに最近鼻にちょっと傷ができたなとかね、なんか急に色が赤みてきたなとかね、そういう人も、気をつけてください。鼻に傷が出るっていうことは自分に傷が入るということなので、基本やはりいい傾向ではないです。例えばこけてたまたま鼻にね、ここが切れたとかいうのも何かのサインだし、あと例えばまあ鼻がよく曲がったんですっていう人は、よく背骨がね
曲がることがあるので、やっぱり人間の体っていうのは連動してますんで、まあ、鼻がまっすぐ綺麗に美しい人っていうのが結局呼吸がね、あの綺麗に入ってきますから、肺に毎回僕ら一日ね何万回もたくさん呼吸してますから、その綺麗に空気が入って綺麗に出ていくという、口からね、そういう中で、鼻っていうのは大事です。あと小鼻、この小鼻がやっぱこう上を向いてる人はやっぱり浪費癖があるとかね、騙されやすいとか、人に隙があるって言われるので、まあそれだけ人がいいんですよ。人がいいから相手を信じるから、自分は人を騙さないから人も自分を騙さないと思ってるけど、いやそうではないので、でこういう傷ができたり、鼻がまあこう上向いてたり、プライド要するに低い人の人っていうのは師匠というか、なんか人生で相談できる人、まあ自分で言うサポーターというか、まあ協力者みたいな人ね、なんかあったらこの人は大丈夫みたいな人に相談するみたいなのを作っておくと、こういうところが回避できるって言われてます。なので、皆さんももしこういう低いなとか骨つき悪いなとか、あと、小鼻がちょっとね上向いてるなとかね、そういう人の場合は師匠を作るというのを考えてください。で面白いのがあって、男性のね性行動を見るのはもちろんその人の鼻を見るんですけど、奥さんの鼻を見るんですよ。で奥さんの、その妻の奥さんの鼻を見て、奥さんの鼻が綺麗に整ってて小鼻がちょっと張ってて、色つやが綺麗かったら結局旦那をプッシュアップするから、頑張り頑張りってするからご主人が成功すると、こういうのも古書に書いてますし、実際そうです。成功者の奥さんってやっぱりそういう綺麗な鼻されてます。でこれから成功した時の、まあ、政治家とか、経済界のね財界の人とかいてたら、その奥さんのね顔の一部分見てみてください。鼻ですね、これね、まあ玉女鼻って言うんですけど、玉女の鼻をしてます。でそれは鼻と目とそういうとこ見ていくんですね、僕ら口と。でそうすると旦那さんのものが見えてくるみたいなね。でこういうのを、まあ、面識で見たり、実際のリアルのその人相で見たりして、両方で確認していって精度を高めていくっていうんですね。はい。でちょっとね最近まあたまに見るんですけど、やっぱりこのザクロ花って言って、この花の上にこうチュン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 って赤くなる、よくあの手塚治虫さんの漫画でもあったんですけど、やっぱり悪役とか失敗する人の時に手塚さんは描くんですね、チュン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 って。やっぱ分かってはったのかな、うん、あの孫悟空で、悟空とかのあのねベジータとかでも人相で髪型とかね額の形もやっぱり悪者は悪い形の層を描かはるんです。でいいもの、悟空とかああいうクリリンとかいい人にはいい層かかはるんですね。やっぱりだからね、ちゃんと人相分かってはるんやなって思って僕はいつも見てるんですけど、まあ、手塚さんとかああいう、横山さんとかね三国志のああいう人らのやっぱり本見ると、やっぱり嘘をつく人の目とかちゃんと書いてあるんですね、とか魔女の顔とかね。だからやっぱりそういうのも参考になるんで、やはりこのザクロ花、やっぱ赤がこうプツプツプツとできてくるっていうこと自身、まあ何かのサインだし、ちょっとこれはお金に騙されるとか、例えばこう裁判っていうかな、口論になる、言った言ってないとかね、この土地は僕のもんやとか、この権利は僕のものやったみたいな形になるので、こういうのが出てくるとちょっと危険信号なので気をつけてもらいたいと。はい。あとね、小鼻、この鼻の横の小鼻がよく見てください。右と左が左右線対称じゃない、明らかに例えばどっちかが大きくてどっちか小さい人っていうのは、こういう人もまあザクロ鼻と一緒で、波にこう人生の波にこう振り回されたりとか、やっぱり詐欺とかそういう濡れ衣を受けやすいというので、やっぱりそういう人相学で出てます。はい。で最後にこのまあ三根山根っていうんですけど、僕らが言うこの眼鏡をかけるここですね、この部分、明道って言って、前と前の明道ってある、その下のところのへっこんだところ、ここのところ三根山の根、ここ花が山ですから、その山の根っこっていう意味で三根山の根って書くんですけど、ここのところに横じわね、横のしわが出てて、この横じわがはっきりと何本か出てたとしたら、それはよく言われるのがやっぱり黒じわっていうか、まああのまあ、昔で言ったら女性が何回離婚するかとか、離婚しなくてもそれに対応するぐらい、それぐらいの相当する大きな、なんか人生のね転換を受けやすい人っていうので、ここの線が多い人は苦労症っていうのはよく言われてますね。特にまあ女性なんか多い人多いですけども、あのそういう意味で言うと、やっぱりこういう小鼻がこう左右線対称だったり、この三根の横のね苦労門があるとか、
そういうのもあれば、またこういう師匠にね相談に行って、何か一つで独断で自分でパッと決めずに、必ず相談をして、相談をして、まあね、橋を石の橋を叩いて、それでももう一回チェックするみたいな形でね、やればと思います。はい。で、最終的にね、じゃあこの話をずっと来てきて、じゃあ成功者って何なのっていうと、僕成功者って小鼻が最初ちょっとちっちゃくても、笑うとこうやってね、例えばむかって笑うと鼻がふっと大きくなるじゃないですか。だからほうれいが横に出て、くって歯が出て、口角がくっと横にすると鼻が、小鼻が大きくなる。じゃあ1日の間に何回小鼻をふってこう大きくしたのかなっていうのはすごく大事で、やはり成功者の方と会うと笑顔が素敵なんです。ですごいその笑顔は自然でね、しかもその笑顔があって、目原くんもやりやにこって笑った時に、こう、あ、いいなって、この人についていきたいなっていうか、なんかこの人と喋ってたら時間忘れるよなっていうような、素晴らしい笑顔をされる。それではやっぱり目がキラキラしてますよね。目が生きてるんですよね、そういう人らは。で、やっぱりそういう人たちとたくさん付き合うと、こちらもミラーニューロンですから、やっぱりそういうすごい笑顔とか、すごい小鼻とかね、張りのある顔とか、その言葉とかね、で結局それ脳層ですから、脳の中のものが発信して出してますから、きっと脳の中がすごい、要するに血の巡りがいいとかね、空気とか、まあ、脳っていうのは大体、まあ、あの水とかね、空気がいきますけど、血がね入らないと活性化しないので、やはり目が生き生きしてます。だから 目と脳はね、いつも言うように連動してますから、脳と目がしっかりしてピカッと光ってる人はいいことも喋られるし、役立つので、僕らもまたその恩恵を被れるという、お互いがなんていうの、相乗効果で、シナジー効果でね、こう波動のように上がっていけるので、ぜひ皆さんもこういう花の方、自分がまずこういう花なのか、もしそういうんじゃなかったら、こう花の体操するとかね、ニコってニコって笑うとか、よくあの笑う練習してからみんなの前に出るとかね、いうのがあるので、ぜひ皆さんもあの笑う練習はトイレでしてから、あのなんていうんですかね、皆さんの前に出て会議するなり、ちょっとプレゼンするなりされたらどうでしょうか。すると笑うことをすると、筋肉が、あの顔のね、表情筋が笑う筋肉を、まあ僕らのストレッチと一緒ですね。ボール投げる時とか、テニスとかのする時にストレッチ、ゴルフの人もしますよね。そしたら可動域伸びるから、結果として楽に動かせるけど、何もせずいきなりパーンって打ったらね、 OB になったりするじゃないですか。それと一緒でやっぱり笑う練習をしておいてから、そういうとこに出ると笑いやすくなる。笑うっていうのがこうすると脳に記憶残りますからね、短期記憶でもすると、それがまた出やすくなります。はい、という形で、成功者は金、お金持ちは、結局笑顔で、金持ち喧嘩せずで、いつもニコニコしていると、そういうところで、まあちょっとしたギャグも言いながらね、ウィットに富んだ会話もしながら、彼らは毎日楽しく生きているので、ぜひそちら側の方にね、行きましょうという、あえて悪い方を出していい方を見るという、そういう勉強でした。はい、また僕のブログの方でもね、いっぱいこういうの書いてますし、メルマガ登録してもらうと、こういう講座たくさんやってますので、ぜひね、リアルの講座も遊びに来ていただければと思います。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。